とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も海賊無双4をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ダウンロードコンテンツ第3弾で来ましたキャラクター、使っていきます。今日使っていくキャラクターは、これ。おでんです。それでは早速、使っていきましょう。あの国を開国せよ。はい、それでは行きましょう。今回はビッグマムとカイドウを倒すっていうクエストだね。難易度はかなり高めなので、ちょっと HP を減らして戦っていこうかな。そうしないと全然削れないね。で、今回のダウンロードコンテンツのキャラクター全員強い。3キャラともバカみたいな強さです。今までのね、ダウンロードコンテンツの中でも、もう群を抜いて強いね、全キャラで。今日はそのうちの1人、おでんを使ってます。攻撃方法としてはシャンクスと同じ感じだね。剣に覇気をまとわせて戦っていく感じでやっていくといいです。で、基本的にはチャージ6、チャージ5、それぐらいがいい感じで減らせる。うわ、さすがに硬ってえな。さすが硬いわ。これぐらいしか削れないか。おいおい、よっしゃ、まだか。あ、本気バーストしてなかった。 HP もまた元に戻っちゃったな。まあいいか。最初はまだね、ビッグマンもカイドウも本気じゃないんで、本気出したやつらにちょっとバーストしていこう。ちょっと待って、なんか輸送兵みたいなのが出たぞ。なんだ、あ、肉か。はいはいはい、肉は阻止していこう。ほんとこれチャージ6のこの攻撃、でも範囲がバカみたいに広くて、それでダメージもさらにあるっていうことで、やばいわ。いったね。こっち？あ、おう、カイドウいた。あ、本気バーストしときゃよかった。よし、危ねえ。本気バーストして、黄色ゲージだからそんなにね、減らせないんだろうな。ちょっと HP 減らすか。わざと食らって、HP を。ちょっと調整します。ちょっと攻撃して、うん、そんなに減らないね。 OK、 でもあと一発で赤かな。 OK、 攻撃力もだいぶ上がってきた。覇王色、光源突破、かっこいい。よし、とりあえずカイドウは阻止したね。で、なんか輸送兵がまたいる。肉か、肉のやつは別にもう HP 回復されても問題ないんで大丈夫。砲弾をね、持っていかれたりすると結構痛いので、砲弾は渡さないようにしよう。はい、いくぞ。じゃあまずはビッグマムから殲滅していきます。もう輸送兵出ないよね。あ、いや、出るか。来た、本気ビッグマム。結構強いんだよね、ここって。 OK、 本気バースト、本気バーストして赤ゲージだったらばそこそこダメージも入るんで、ちょっとあと一発入れて。 OK、 これで攻撃していかないと本当ダメージがね、全く通らんもんね。いけ、白滝。おお、なかなか減らせるね。いい感じ。でもこっからもビッグマムも本気出してくるから、ちょっとやりにくいね。あぶねえ。よし、ビッグマム終わり。なんかいるぞ。ちょっと待って、輸送兵みたいなのがいる。砲弾、砲弾、砲弾、砲弾。
ちょっと前曲がれ。砲弾のやつうっとい。砲弾はね、先に倒しとかないと上から降ってくるんで、めちゃくちゃね、めんどくさくなるのよ。どこいる砲弾のやつ。まあいいや、覇王色で一気に行け。倒したでしょう。回復は取らずに行け。そのままカイドウ突っ込むね。危ない危ない。回復取んな、回復取んな。こっちか。回復は取らないようにちょっと慎重に行きます。いた、カイドウ。カイドウ対おでん、なんかいい感じ。減らねえな。ああそうか、本気バーストしなかった。いや、いいよいいよ。ちょっと周りでゲージを稼ぐ。よし、おでんはね、ヒット数がね結構あるんで、ゲージはかなり溜まります。よっしゃ、いいかな。ではね、カイドウ暴れとるな。行くぞ。うわー、おお、めっちゃ減る。むちゃくちゃ減るな。よし、必殺技3連発で沈める。おい、はい、今回はおでんを使いましたけども、本当にね、今回の3キャラめちゃくちゃ強いです。はい、ということで今日はおでん使ってみました。むちゃくちゃ強いね。パワータイプなのにスピードもあってすごくいい感じです。で、今回でダウンロードコンテンツのキャラクター最後になるんだけども、今回の3キャラ、おでん、金右衛門、大きく全部使いやすいんでやってみてください。ではね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。